ジャンボジョッシュはまず歯を取りましょう。歯に捕まって重さで取っちゃいましょう。だけどこれじゃなかなか取れないので重りをつけて捕まりましょう。頑張って1日ぐらい捕まってたら徐々に歯が抜けていきます。何本か抜いたらこれをお湯に入れて出汁を取っていきます。出汁を取ってる間にジャンボジョッシュのお肉を取っていきます。包丁で取ろうとしてもでかくて取るのはなかなか難しいです。なので全身一気に燃やしちゃいましょう。高火力で一気に焦がしていきます。焦げたら中のお肉は柔くなっているので引きちぎっちゃいましょう。取ったお肉は焦げの部分を取っちゃいましょう。綺麗になったら先ほどのお湯の中に入れていきます。アクがどんどんと出てくるのでしっかりと取っておきましょう。味が出てきたらここでこしてスープの出来上がり。スープはまた熱しておきましょう。次にまたお肉を取っていきます。次はお尻の部分のお肉を取っていきましょう。お尻のお肉は柔くて食べやすいです。このお肉は薄く切っていきましょう。このお肉をスープでしゃぶしゃぶしていきます。それをタレでつけて食べていきましょう。タレはジャンボジョッシュの手とかについてる赤いやつとかでいいんじゃないですかね。これでジャンボジョッシュのしゃぶしゃぶの出来上がり。そのお味は腐った雑巾です。チャンネル登録よろしくお願いします。